オアシズの大久保佳代子の理想の恋人の年収は600万円以上ある人。その理由は貯めたお金を狙われないため。大久保は坂上忍に対して、お笑いって男の人のものだからと発言したことがある。この発言に対して坂上忍がキュンとした。大久保はダウンタウンの浜だから若手女芸人のことをどう思っているのか聞かれ、おかずクラブを見ると腹が立ってしょうがないですと答えた。ちなみに大久保はおかずクラブに対して、私が持っていないものをいっぱい持っていると言っている。大久保は高校生の頃7人くらいの女友達とよくつるんでいて、男子とは3年間口をきかないと決めていた。ちなみにその中に後にコンビを組むことになる三浦康子もいた。三浦康子は現在カナダに留学していて、バンクーバーで手芸のワークショップをしている。